バスコツアーのチャンピオンシップデイ、カユーがトップ10残れたんで、頑張って釣ってきます。スモールマウスをメインでベッドでやってて、スピニングロッド7フィートのタトゥーエリシリーズをデザインしたやつと、あとはセルテイトのハイギア 6.2 で釣ってます。で、他の選手も結構釣ってるんで、今日も釣ってこないとなかなかいけないと思うんですけど、なんとか頑張ります。